さあ、特有の個人流いますか。いや、ちょっと今の配信はなんかいつもとちょっと勝手が違う。なんとなく操作を覚え出してきたね。やっぱボタン繊細だな、このゲーム。はい、こんばんは、こんばんは、こんちゃ。やっぱ夜に配信してる癖だね。いやー、桜姫ね、マジずっとやりたくて我慢してたんだよね。痛いわ。はあ、一からか、また。いやー、なんかもうちょい新しい技を覚えたいところではあるけどね。
そのスーパーアーマーがきついんだよな。はい、吹っ飛び。やばい。いやー、きついね。で、OK、よしよし。いやー、やっとだ。あとちょいだったんだ、さっき。で、一旦戻って。いやー、ステージは難しいのよ。ステージは難しいんだけど、多分ボスが弱いはずだから。どこを見ておる。僕の持論ではない。そんなにね、ボスで結構ずるっていうのはやっぱないのか。短縮して、おう、いや、どういうことだ。やべえのいるな。めっちゃ強いんだよね。貫通してきた。どこを見ておる。下が見れないのが怖い。あーで、ここに繋がってたわけか。あーあ、怖い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 。危な。戦ってても全然いいことない。で、薬剤で、おう、力に対して反応しなくなったね。
バイ。これが辛いんだって。ああ、また一からか。それはちょっと切ないな。はい、ちょい。やべえんだよなあいつらが。あー来ないでくれ。あぶねえ。強いんだって、マジで。さあ、床屋の無人寮、深部。あー、ってことはそろそろ。出てくるかな。あーそうだね、ボスだね。さあどれくらい強化されてるか。
どこに寄れ。はい、終わり。やっぱりこいつは弱かったな。さあ、こたびも何やら、まずはボス倒したね。やっと倒した。ついつい見とれてしもうたわ。あのおひいさま、あれがあやつの核なのでは。言わんか。じいのせいで取り逃がしたではないか。そんなご無体な。こらー、戻ってこかー。あの核、妙に気にかかる。もしや前にもいずこか。さあクリアとで次が、あら、もう一つが出てこないね。どうしたこんなところで。ああ、さくら、近頃食べ物の減り方がおかしいのです。おかしい？ネズミでも入ったか。獣が荒らしたようには見えせん。ってことは誰かがつまみ食いをしているとでも。わしではないぞ。はい、魚なら隠れず食べます。信用されておるのか。もしかすと貝丸でねすかや。ここんとこ妙にこぞこぞしとりしたよ。そういえば私も貝丸が犬と外に出るとき何か持っていくのを見ました。みんなに隠れて何か買ってんのかな。となればまた大事になっても面倒じゃ。次に貝丸を最終に出すとき後をつけてみるか。戻った。貝丸、そっか、一応じゃ次は貝丸だね。貝丸をとりあえず最初に出してと。見てきゃー、イベント始まった。確か貝丸はこの洞に入っていたはずじゃ。そういうことじゃ。これは、ああ、おい貝丸よ、がわしらに何をしたか忘れたか。ならば何故謝って済まされることではないわ。お主のしたことでわしらは大事な家を失うてしまったのじゃ。死にまで出るかもしれんかったのじゃぞ。それをそのような形だけで。おひいさま、おひいさま、ならばどうなされるおつもりか。こやつめに報いを受けさせまするか。この玉、確かにあの時ご中元申し上げましたな。それをないがしろにされたのは他でもないおひいさまご自身ですぞ。しかし、しかしいいよ。このウサギは新しい傷が加えられておる。仲間の元には戻れなんだか。策とはいえ人と長く交わったゆえに奴らからも疑われたのであろう。鬼は鬼である限り悪、それは変わりません。しかしおひいさま、こやつめはすでに報いは受けておるのではありませぬか。分かっておる、分かっておるさ。峠に来たのもこやつの意志によるものではないことくらいな。石丸のやつにいいように使われただけ。そんなことは分かっておるんじゃ。まったく、手っ取り早く襲いかかってきておれば何
も考えず鍋にでもしてやれたのにの。案ずるな、手は出さん。ついでじゃ、これも食うがよい。お主がしたことは忘れられるものではない。しかしお主が今その身に余る荷を背負うておるのであれば、わしらはそれを一つ下ろすことができる。これ以上わしらはお主を恨まぬ。お主を許す。だからもう少し生きてみよう。行くぞ、カイマル。足雲の生き残りか。落ちぶれてるように見えるかもしれないが、まだ俺にも鬼の気のかけらくらいは残ってんだぜ。夜に一匹で来るとは随分度胸がいいじゃねえか。因果応報なんか信じねえ。ここにあるのは強さと弱さ、それだけだ。待て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 、いろいろ展開が。あー、とりあえずウサギは助かったね。はあ、よし、塩を使うぞ。いやー、にしても、まあ、カインマルも相変わらず人がいいっていう感じだね。で、足雲はやっぱり全滅してたんだね。ってことは今から倒しに行くやついるけど、倒したらどうなるんだろうね。